バートランド・ハルペリンは、アメリカ合衆国の物理学者であり、ハーバード大学物理学専攻の W、ホリー・ステア・オブ・マティミティックス、アンド・ナチュラル・フィロソフィー・寄付キ,キ,キ教授の職にあった。ハルペリンは、ニューヨークのブルックリンで生まれ、ブルックリンのクラウンハイツ近郊で育った。母は、大学管理者のエヴァ・テプリーツキ・ハルパーリン、父は、税関検査官のモリス・ハルパーリンであった。 両親ともソビエト連邦で生まれた。父方の祖母の家系であるマキシムーブスケはイスラエル・ベン・エリエゼルの末裔であると主張している。ハーバード大学に進学し、1965年にカリフォルニア大学バークレー校のジョン・ホップフィールドの下で PHD を取得した。その後10年間、ベール研究所で研究を行った後、ハーバード大学の物理学教授に指名された。 1970年代には、デイビッド・ネリソンと共に二次元結晶の誘拐の理論の研究を行い、ピンダクラが実験的に観察する前にヘキサチック症を予言した。1980年代には、量子ホール効果及び分数量子ホール効果の理論に対して貢献を行った。その後は、低次元電子系における強い相互作用の領域に関心を持っている。 1972年にはアメリカ物理学会のフェロー。1982年には米国科学アカデミーに選ばれた。2001年にラルス・オンサーガー賞。2003年にはアンソニー・レゲットと共にウルフ賞物理学部門を受賞した。2016年には W. リーズ・マイトナー・ディスティング・イッシュとレクチャーメダルを受賞した。2018年には ディロンブス生物理学での独創性に富んだ貢献、特に古典系及び量子系におけるトポロジーの役割に関する先駆的な研究に対して 2019APS メダル a l for Exceptional Achievement in Research を受賞した。ありがとうございます。